田川勤十二12月15日から1977年9月5日は、日本の政治家、元長崎市長、弁護士、長崎県北高木郡小長井村出身。尋常小学校卒業後、長崎地方裁判所の救事となり、その後、独学で弁護士の資格を得る。1951年4月の長崎市長選挙で、現職の高専所大市長。 大橋博士と弁護士の木原剛氏を破り当選、以後4期16年に及び市長を務めた。市長在任中、1955年にアメリカ合衆国セントポール市と日本国内では初となる姉妹都市提携を結んだ。また、1958年に原爆投下時に全壊した浦上天主堂の廃墟の撤去を決定。撤去後の跡地に、翌年に、 被爆前の天守堂を模した新しい天守堂が建てられた。撤去に至る経過については、カトリック・浦上教会原爆以降の保存問題を参照。1967年、4期目の人気切れに伴う市長選に出馬せず正解委員会。1968年、訓4等局実小受賞受賞。1969年3月29日、 長崎市名誉市民の称号を受けた。1977年9月5日、長崎市内の病院で死去。同月19日、長崎市公会堂にて、長崎市による抗争が営まれた。ありがとうございます。